さあ、じゃあエントリーはもうこれで大丈夫かな。締め切りますかね。多分全員書いてると思うんですが、16人。いや、そんなね長くかかんないんで大丈夫ですよ、うん、あ、どうぞどうぞ。お、大丈夫ですよね。書いてない人はいませんよね。大丈夫ですね。じゃあやりますよ。もう16で大丈夫ですか？書いてない人もう大丈夫ですね。16人でじゃあやっていきましょうか。じゃあね、今日はじゃあ2 on 2なんですけど、さっきバイパーさんから言われた負けたチームから1人引っこ抜いてどんどん増えていくっていう、最初は2 on 2でスタートするんですけど、勝ったチームは負けたチームから1人吸収するっていう、でどんどん増えていく、うん、で最後は5 on とかになるのかな。まあそんな感じで16なんでね、 8チームでスタートですね。じゃあちょっとチーム分けはどうしようかな。くじ引きしかないかな、もうこんだけいると。じゃあちょっとね、申し訳ありませんがくじ引きで決めさせていただきます。
さあ、じゃあ17になったのでどうしようかな。じゃあとりあえず私が入って18にして、じゃあ1回だけ0回戦やる感じですかね。うん、
はい、じゃあ抽選終わりましたんで、じゃあ配信代はラストでお願いします。はい、本日2 on 2スタートは2 on 2なんですけど、勝つと負けたチームから1人吸収できるという、誰が吸収されるかは、まあ、じゃんけんにしましょうか。負けたチームでじゃんけんしてもらって、勝った人が吸収される。で、ゼロ回戦が1個あるんで、そこだけはどうしようかな、そこで吸収が起きてしまうと人数がずれちゃうんですよね。あ、じゃあゼロ回戦の得点として、それ残します。1人増えるという、戦うほどに強くなるという。じゃあゼロ回戦はまあどうしよう、吸収なしにしときますか。ちょっとかわいそうですが、まあ人数の関係ということで、じゃあ申し訳ありませんがね。じゃあちょっとゼロ回戦だけは移動なしで、そうです。じゃあじゃんけんでコンパネだけ決めましょうか。あ、コンパネか、先方後出し。ああ、そうですね、キャラ固定じゃないから。うん、じゃあそうしましょう。じゃんけん勝ったらコンパネ選択か先方後出しかを選ぶ感じで。じゃあ代表者、お茶丸ロードチーム対中島長州チーム、じゃあじゃんけんしてください。コンパネ選択か先方後出しかですよ、勝った方は。ここは耳当てしかないんですか。今回は敗者もう終わりです。いや、負けたチームから1人吸収できるんですよ。うん、だから生き残れる。まあだから運が良ければ生き残れる、負けても運が良ければ負け続けても優勝できる。キャラは自由です。勝ち抜き、ホストに。あ、勝ち抜きです。勝ち抜きでいいよね。
まあ、ホステルだったら基本ずつ貸し出し。ああ、そうそうそう。まあ今日は普通に勝ち抜きで。さあじゃあ、ワンピーが中島長州チーム、ツーピーがお茶丸ロードチームですかね。じゃあ先方先出しどっちかな？ツーピー。じゃあ座ってください。さあこれはロードさんのエッサガ、エッサガに対して何を出す、誰が出て何を出す。あ、実況やりますよ。やっていいならやるよ。トイレダブルマイク、ダブルマイク。あ、はい、急遽マイクを預かります。あと中島さんのガイルが言った。ガイルサガットってこれ結構辛いカードですよ。ですよね。僕の脳裏には日米決戦の時の倉橋 VS エッサガとかね。あれやね。まあ、岸君もエッサガ VS ガイルでつらそうですね。いい対空でした。そうですよね。横で負けて飛びが通せなくてさあどう戦うみたいな。おと画面端に詰めてワンチャンスあるか。あ、いいですね。いいですね。タイガーの切り返された。伸びた手を蹴ってますね。はい。いや、いいですね。これはソニックソバットってかっこいいですね。いや、でもこれは球が速すぎる。お、投げて、これワンチャンス。いい投げ。逆転、逆転。おお、大逆転。これいいですよ、熱い。盛り上がってるの僕だけで。いや、会場も大盛り上がりですね、うん、どっかんどっか行ってます。飛びが通った。画面端、画面端、ソバットかっこいいの来た。これは辛いとか言ってたのがまるで嘘のように。さあ、お、繋がらなかったが状況完全に掌握。ソバットで抜けて。マジですか、勝ちましたね。辛そうだったのに。辛そうだけどやっぱ違うな、職人ガイルは。ちょっと20年の研鑽の日々が。そして、ね、そしてバルログ。あの絶望の後に絶望っていう、なんかエスサガバルログ、またかなりいいチームですね。ちょっとギネガーですね、うん、両チーム。はい、あの20年前だったら灰皿が飛んできそうな。プレイヤーからソニック部分が飛んできそうなチームですが、はい、おお、いやー、これ見えない、ね、21世紀で飛ばないのをよく分かってる対策、戦い方ですね。さあ空中遊泳が楽しい。端に詰めたか。おお、すごい早出し、早出し。はい、はい、はい、もう一丁、もう一丁投げる、投げて、投げ返す。あれは確かあのガードを解かないと投げれないっていうやつですよね。そうですね、多分ね。空中で、おお、サマー投げました。サマー投げましたよ。引き寄せが甘いよとかそういう話ですかね。引き付けが足りねえよと。引き付け足りないのか。さあここで大将戦。さあ長州さんが座る、まあ剣ですね。さあちょっとあの某所の動画でお名前はよく伺うんですが、これはあの相当年季入った剣ですよ、はい、剣。これは神の膝蹴りから減りすぎ。さあ地上でチクチクいく。アナグマですね。アナグマ崩せるか。飛んでアナグマ硬い。さあ全部ガード、ガンガード燃やした。燃える、対策がやばい。そして膝からのからの台足、匂わせての台足。あれは、ね、年季を感じますね。23年の研鑽の日々が。20年の台足、はい、アナグマから一気に、そしてリードを取って再びアナグマ。ああ潰れる。もう一回前に行って
やばいとこ今来ましたよ。待って、これはこれはこのまま、あ、死んでしまう。蹴り殺した、内臓破裂ですね。はあ、勝ったのは中島長州チームですか。いや、ね、キャラの話を出すのはちょっと卑怯だとは言いつつも素晴らしかったです。呼び出した方がいいのかな、ハゲちゃん。次、山本さん、村有さんチームと破天荒さん、川島さんチームですか。そうです、はい、はい、じゃあこっから1回戦なんで、こっからは負けたチームからの吸収合併が始まります、はい、じゃあじゃんけんでコンパネ選択か先方後出しかを決めてください。サードに慣れてるとここにコメントが流れるのちょっと寂しいね。いや、コメント流れるようにはねしてるんだけど、こっちだと流れない、そっちだと流れるの、そういう話。いや、多分まだ誰もまだ感染者が少ない、誰もコメントしてないって。23年のゲームですからね。ちょっとおじいちゃんたちね、後でちょっと視聴みたいな、そんな感じのところあるんでしょうか。まあ、後からね、後からっすよ。後からっすか、うん、まあ、本番まだまだよと。まだまだこんな序盤ではまだコメントしてられねえと。X よくわかんない我々が実況でいいのかと。ソース感を食らわない程度にちょっとね、エンターテインメント性あふれる実況ができたらいいなと。見てますよ。あ、優しい。 ありがとうございます。盛り上がってますよ、はい、会場は盛り上がってますよ。ドッカンドッカン言ってますよ。はい、コメントないですね。コメントない、まあ、しょうがないですね。ちょっと我々ちょっとカリスマのない実況同士なんで。確かに、はい、まあ、その分ちょっと会場盛り上がってるんで、ね、興味ある人は見に来てねとか。いや、もう会場やばいですよ今。どっかんどっかん行ってますからね。さっきのね、ガイルが勝った瞬間とか、ガイルが下がり勝った瞬間、どっかんどっかん行きましたからね。やばいですよ。おっと、なんかさっきからずっとダルシムダルシムとか声が聞こえたんですけど。で、 1P が山本むなりチームで、 2P が破天荒川島チーム。さあ、まず破天荒流出てきましたが、これに対して倉橋ジョンチョイだけ良かったね、熱かったね、覚えてる人いましたよ。知ってる人いますね、はい、最後のアッパーカードガードまで大感動でしたからね。まさしく要塞でしたね、フォートレスムーブでしたね。おで、これはムナリさんの S サガじゃない、 X サガ、 X サガ、あ、この方むちゃくちゃ上手かった。さっきダルシム使ってスコンスコンされました、ごめんなさい。キャラサってなんだろう。さあ、ムナリさんはね、ずっと X サガと、はいね、すごい年季入っている方ですね。研鑽の日々を感じるサガットでしたね。おお、出足払い2位ですか。レッグトマホークみたいな当て方がかっこいいな。あれいいですね、はい、飛んだところにね、なんと今現在では X 流に横で押し勝っている。対空釈迦台盤って、うんうん、アッパーカットじゃなくてあれを狙ったと信じよう。ね、あれはミスですかね、普通に。いやいや、さすがにそうかもしれないけど。いや、一応ほら、ね、熟練の技って言っといて、しゃがみ台盤なんだから、きっと何か深読みしましょうよ、そこ考えましょうよ。そうですね、前に飛ばないで避けるとかね、21世紀の格ゲーはあんまやらないんじゃないですかね。2位で波動避けましたよ。上り大キック。さあ、球をガードしてガードして、今度は龍が押している。さあ、押し返せるか。厳しい状況。昇龍しっかり見ていた。上を出して、苦労人ムナーリから仕事人ムナーリに名前を変えよう。おっと球の打ち方が一辺倒じゃないですね。そうそうそう、 X はね、ただ打ってるだけではもう勝てないんで、はい、まるでスーパーはただ打ってるだけでも怖いよって言ってるようなもんですか。そうですね、まあ、ストフォーはそんなイメージありましたけど、うん、スーパーは本当ただ打ってるだけで強いんですけど、
むしろですね、僕的にはもう X 勢ってなんかどんなにキャラさにキャラさが低い低い言われてても絶望しないイメージがあるんですよね。よく使い続けるなって。いや本当すごいですよ、はい、スト2は人生ですわ。あ飛び通る、飛びが通る。でも飛び一発で終わるのがやっぱスト2。さあさあもう ゲージがあるので、おっと勝負どころありか。ガードして、ガードした、耐え切った、ガマンのメナリー。さあ次はカワシメス。あこれ X サガット対 X ダルという地獄のカード。あいいのか。そうこれ地獄のカードですね。地獄のカードですよね。さっきザコダルシムの僕は殺されましたけど、やっぱ達人カワシムともなるとこのゲーム中最も辛いカードっていう話も聞きましたから。あるかもしれないですね。しかもこれフレームで相殺してフレームの方がファイヤーよりも隙がないんですよ。そしてゲージも溜まる。じゃあもう溜まってますね、はい、ファイヤーが3でフレームが7だか8だかそんな感じだったきますね。いやダルシム使いですから。いやダルシム使いなんでね、現役じゃないんですけど、これはおーあー惜しい、一発惜しいですね。今結構いい間合いを保ってて、多分ずっとジェノさんに狙ってたっぽいですね。さあこれは厳しい体力差、置いてあった。そうなんですよ、あの距離だと、はい、すごいスライディングを、あ大キック、あ、勝ち確、あドリルがね、これは厳しい。さあ溜まりましたね。さっきも言った通りフレームの方が隙がないんで、いや出るまではファイヤーより隙あるんですけど、出た後炎が消えると同時に隙がなくなるんで、あ、はい、であれで打ち勝てるんですよ。サガットにも S サガにもその気になれば打ち勝てますね。あなるほど。おっと勝負のアパカがさあ削られて、この削りが致命傷、厳しい。ちょっと川島さんには申し訳ないですけど、今ため息ついちゃってもいいでしょう。頑張りが見えたけど、さあ山本さん先方ムナーにまだ諦めない。山本 VS 川島、これキャラ的にも面白いですね。チュンリーダルシム、チュンリーダルはね面白いですね、はい、ちょっとダルシム使いとしては興味のあるカードです。最初どうやって動くかとはね、うん、これダルシム側かなり難しいですよね。中難しいですね、うん、掴んだ膝置きなんだ。わ潰れますね、やっぱ耐久が、あそこでチョップ変な音だと潰されちゃうんですよね。本当チュンリー戦は耐久が難しいですね。ガード、これは今のよくガードした、よく消えた、よく逃げた、いいワープ。ただ状況は、おっとお釣り上げた、釣り師川島。綺麗な一本釣りでしたね。いい釣りでしたね。いい釣りでしたね。あれはそうですね。スト3以降やってる人は対空に足払いを使わないんだけど、スト2勢は対空に足払い使いたがるってところ、修正狩りですか。脊髄もポンと。さあさっきの勝ちがいい方向に行ったのか、川島ペースで勝負が頭突きですか。そしてインフェルノで削って、さあこの削りもこの体力差があればすごいいい布石です。隙間で抜けるんだけど、それをさらに潰すんだ。さあこの状況は山本さん辛いですね。辛い、これは辛い、辛い。まあでもゲージがあるのでワンチャンはある。これはさあ当然甘いところにはいない。ドリル、ドリル、甘えないドリル。あ次俺か。はい、じゃあ負けた、あこれ逆か、
そうっすね、じゃあじゃんけんで、負けた2人でじゃんけんして、そう、負けたチーム2人でじゃんけんして勝った方が生き残り。じゃんけんしたの、生き残りをかけた、生き残りをかけたじゃんけんを。さあ山本さんが生き残りました。じゃあ一人ね吸収されました。じゃあ次の試合はシャルーネチーム対バイパーピノチーム。さあじゃあじゃんけんしてコンパネ選択か先方後出し、勝った方が選べます。さあピノさんはサードかなり昔からやってる方のような気がするんですけど。そうですね、スト2もやってた、ね、ターボ時代かなり名を馳せたプレイヤーということで。おお、でも見た目若そうなんですけどね。あ、マジで俺と結構近いですね。さあ 1P がバイパーピのチーム、もう X 勢に混ざっても遜色ない年齢してますね。まあ若いですよね、見た目が、ね、サード勢では最年長クラスじゃないですか。そうですね、うん、ですよね、です、うん、そう、ピノさんですね、ピノさんで、実は石仮面かぶったとかないですよね。ナモンは修行した、 AB7 さん、 AB7、 あ、だから若いんですね。さあ、ワンピース先方ピノ、さあ 2P は、え、先にシャルバイソン、シャルバイソンなんですね。さあ東大戦ではバイソンはあんまり使ってないんですけれども、ニュートンに来るとバイソンなのか。ヘッド、さあシャルバイソンのいいところはきっちり暴れるところなんですが、さあこれクレイジーが厳しいですね。インフェルノ削って投げれない、削り確ですね、これは削り確定。しかしピノさん悪くはないですね、あと投げれば勝てるぐらいの体力まで持っていきましたね。ナルシムはね、微妙に投げのダメージが高いんでね、おお、チュンリホロじゃないんですけど。ノア手が殴られ、うわー、当たり、届いちゃう、暴力ですね、本当これ。おっと、届くこれは削り確定で、確定ですね。さあ2人目がバイパーホーク。さあしかしバイパーホークはまあワンチャン全然ある、ワンチャンありまくりですね。ワンチャンどころか、まあでもバイソンさんは得意じゃないらしいんですけどね。あら、でもまあやってくれるんじゃないかな。ニュートンのバイパーさんは強いんでね。まあバイパーさんこれ倒せばね、次はお餌ですからね、大好物のガイルですからね。まあこれ一回ホーっていうと死にかねるんでね。うわー、きっちりバイソンがお釣りお釣りで、あっと、コパンをしながら歩いていく、これは怖いぞ。ここでワン、おー、よく我慢した。このホーが当たりさえすればっていうところなんですよね。さあなかなかね、当たらないですね。当たってくんないですね。剣みたいに、竜剣みたいに、ね、弾打ってそれでグランドをコントロールするみたいなことができないんで、バイソン下がっていくだけになって、まあ張り縫いでちょっとビビらすかなっていうぐらいですよね。あっと、もうなんか体力がもうやばいですね。そうですね、これはさすがにバイソン余裕があるね。あ、クレイジー削りで、あー、もう確定ですね。あ、ピノさんが復活、生き残った。
さあじゃあ次の試合、中東根チーム対津村友田チームです。さあ生き残りおめでとうございます。いや正直バイパーホーク見たかったんで複雑なんですけどはい、とあるところの動画でバイパーホークのかっこよさ僕知ってるんで、そうですね、正直正直当たり引いたと思ってます当たり引いて夢も見せてもらって申し訳ないです。お、負ける気ねえから初っ端から煽ってますね試合始まってないのに試合始まってますよ負ける気はねえ、はい、何後出しとか、え、何じゃんけんの結果でも煽るんですか、エクステこんなんばっかですかそれこれが23年の進化を遂げた煽りと。そうですね、はい、お上品なゲームじゃないんだぜって進化してますよスト2は、はい、煽りも。さあコンパネが決まったか、なんかピの音が書かれてますね、はい、あ、これはこの書き方だとアイスのピロンじゃないですか。あ、そうですね、僕カタカナ表記でアルファベットの数字ですからねそうですね、はい、さあここでもバイソン、トモザバイソンですか。お、と友田さんのバイソンに、あれダブルバイソンなの、ダブルバイソン、え、違う、違いますよね、うん、これは4強同士の戦いってやつですか。まあキャラランクだけで語るのも愚かしいとは言いつつも、あ、でもチュンリーバイソンは結構面白いですよ、はい、へえ、あ、そうなんですか。チューブでは4強落ち、人生が上に上がった。ああ、それは伊藤さんのせい、はい、逆に DJ 関東ほとんど見ないですもんね。まあ僕が見てるところが少ないってのもあるかもしれないけど、いや本当 DJ 少ないですよ関東は、はい、うん、ね、昔の DJ 村の話とか大好きなんですけど、あー、おわおわおお、おわおわおわ、えいえいえい、おわおわ、いや手塗りとか、あれで手塗りとか言ってますけど何怖いところだ、 XJ 怖いところだ。さあ中足振って体力あっという間に3分の1、ここからでも夢を得れるのがアメリカンドリーム。大パン相打ち減りますね、長いし減るし、はい、21世紀のゲームから考えられない減りですよ。中足中足中足、さあ絶望が見えて3パンチ、ドリームドリーム、アメリカンドリームだ、ドリームさあ勝った後に煽りに行く、ここまでワンセット華麗な連携です、勝利のダンスが、勝利のダンスです。いや今お猿の救急車みたいな踊りでしたよこれはやり込みが光る、やり込んでますね、やり込んでますよちょっと今僕らだけで会場どっかんどっか行ってますよ大盛り上がり、いやいやいや、もうこれ23年の研鑽の日々ですよ、マジやり込みが光ってる。さあ中さんのホンダ、はい、スト2ダッシュの頃はね、バイソンにホンダで入ってボタン連打した時点で反対側に灰皿飛んでいきましたからね椅子が飛んでいきましたね。いや当時の状況を知ってる人はみんな笑ってますね。そうですね、笑いますよねあれ。そう、ボタン連打して前に進むだけでバイソン勝ち目がないってダイヤグラムに書かれてましたいや本当ね、 X になるまでバイソンね苦しい時代がね、いやースーパーはそうでもない、ターボとダッシュ意外といけたらしくて、ターボ、あ、スーパーも強いですよね。ダッシュもなんだかんだ言っといて、なんつうのかな、ダイヤシとバックジャンプ大キックが、バックジャンプ大キックがなんか中断だったらしいんですよ。でグラフィックのモーション少なすぎて余裕で中断になるから、それとダイヤシの、ね、うんこぎだけで食ってたっていうジョージアが言ってました。ジョージア、またレアな懐かしい名前、まあ、サード勢のプレイヤーで X とかもすげえ好きなんですけど、ストロングスタイル大好きで。さあここでバイソンの穴子は、さあ先ほど夢を見た、おっと逆に出していく、セリフディレクション。さあさすがに勝ちが決まったらもう煽らない、この辺紳士ですねあんまりよく知らないけど、あ、そうなんだ、あ、知ってる人だったら煽るんだ、どっちにしろ紳士ですね。じゃあ復活をかけたじゃんけんはどうですか。ここ蛮族だったら知らない人だろうなんだろうが煽りに行きますからねそうですね、
申し訳ないけど僕だったら煽ってましたね。煽ってたというか煽ってたというか踊りてますね。踊り出しますね。気持ちよくなりたいんです。ボボさんしろ生き残り中さん。あの中津村友だったら一人の名前っぽいですね。地名っぽいですね。津村友佐中で、先ほどゼロ回戦を勝ち上がった中島長州チームとハゲ皇帝チームですね。はい、マイクは一人かな。さあハゲさんといえばスト3業界では伝説の9使いです。知らない人も多いでしょう。一番最初のオフィシャル大会優勝したのが9、ハゲ9有名ですね。そしてあの当時カプコン社員だった大貫俊里に P 勝ちしたと。ハゲと一緒にマイクにいるのは誰ですか。僕です。 P の AB7 です。はい、はい、何かの間違いで、そうです、スーパーアミコンのスーパーストスのイベント見に行って、そのまま熱くなって、あ、なんかニュートンで、ね、イベントやってるらしいから見に行こうぜと、熱くなって、そのまま X 大会に来てしまいました。さあ最初に座るのは皇帝サガト。あ、あ、長州剣 VS 皇帝サガト。さあ今だあのですね、サガットのキャラ性能に絶望せずにスーパーサガットに逃げずに X サガットを使ってる人の我慢強さをぜひ見たい。グランドタイガー、タイガー。さあ、膠着する球の打ち合い、飛びが通って、さあ押してくる、歩いて押してくる。おっと、これは押してくる、歩いて横に押してくる。球ってなんだっけ。さあ押してくる長州剣、歩いてくる、歩いてくる、歩いてガードが上手。さあ足払いも上手、球をガードさせて、さあ押す押す、厳しいぞ、転ばして、厳しい、残りタイム少ない。さあ飛んじゃダメだよ昇竜レッパー。タイガー、タイガー。球打って、さあ押して、さあここからまた先ほど見せたような歩いての横押しか。長州剣が押してくる、長州剣が歩いてくる、歩いて歩いて押して、さあ弾幕今度は皇帝ターン。しかしスーパーサガットと違って X サガット調子に乗って球を打ってると大変なことになります。さあ押してくる、左右にゆらゆら動いてくる、厳しいぞ。さあ転ばして、生きてる、あー見逃す。さあ勝った長州さんがなぜかがっくりしてる。いやー、さあ命を拾った長州剣、迎え撃つはハゲ。ホンダ DJ。 さあ何を使おうか悩んでる。ハゲって名前の由来がダルシムで嫌がらせしたからって話を聞いたんですけど、さあやっぱりダルシムで嫌がらせしに行く。さあ大変なことになってる、相打ち。おっと、すかし壊した竜巻。さあ昇竜拳ストライク、さあ神の二択。
あれは何をしてもダメだよ壊しですね。着地から大昇竜でしょう。と見誤っている。さあ神の御嶽、さあここから膝蹴りやり、さあ投げたがもう遅いか。時すでにお寿司、おっとここからもまだいけるか。ハゲ高校の実力、おっとしかしまだ見えない。いや高低さんも時間怪しいって言ってたから、あの中島長州チームが勝って、じゃあ破天荒川シム山本 VS シャルウネ私チームでしょうか。はい、まあ、皇帝さんがあまり時間がないということでハゲ復活。さあ全員ひらがな対上が、次は全員カタカナになるんですね。さあこの組み合わせは、え、そう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 、破天荒カーシム山本対シャルーネピノ AB7。さあこれはもう実質的にはカワシム対シャールって感じなんですかね。さあ先方後出し、どっちが先方先出しなのかな。さあ結構悩んでますね。こんな悩む要素があるのか。さあ座ったのはウネガイル。さあウネガイルに、ウネガイルに何を出す。まあ川島は大将取っておいて、まあ山本さんか破天荒さんか。これ山本さんかな。山本さんですね。さあ投げて、減る。おっと投げて受け身がない。受け身ない、これ痛すぎる。そうですね、受け身ないと置き攻めがついてきますからね、ダメージもさることながら。さあ相打ちだが悪くない、悪くないですね。もうゼロ。おっと、おこれはまだガイル全然ありますね。あるぞ。まあ、これはチュンリー側は無理して攻める必要はないんで、ガイルに攻めさせてカウンターを取りたい。さあ戦列も溜まったんで、これはある意味確定で価値があるんですが、歩いていく。おお飛んだ、ここで飛び。さあガイル側が体育を間違った感じですかね。逃げそばとやっちゃった。わあ、打ち取っていく。右にならない。おお、ピオール。高いです。おっと、チュンリー相手に三段はちょっと難しいんですよね。あれ今大サマーでしたか？そうかもしれないですね。あれ弱か中なら当たったような気もしなくもない。あまり打点が低すぎるとでもスカっちゃうんですよね、確かに。あ、潰れる。さあソニックラケンが入って、おっとこれフルヒット、これおっとテンションまで入って、さあ中盤多分投げでしょう今のは。さあガイルは戦列安く済むキャラなんですが、基本的には今のは、ね、綺麗に入りましたね今のは。
基本的にフルヒットしないんで戦列が、うん、でしかもお釣りで拾われることはあんまりないんで、あんなめり込み具合がいい感じですかね。さあディノダルシム、さあピノダルシム、往年の動きを取り戻すことができるのか。お、潰れる。わ、背中蹴り。ピノさんはサードもこんなキャラです。ネクロ使いなんでしたっけ。そうです、サードもネクロ使いですね。伸びるキャラが好きなんですかね。なんか変なキャラ好きそうな人ですね。さあ押していく、ガー、あー削り、削りく。さあネクロ、ネクロってスト4とかにいるんでしたっけ。はいないです。いないですね。あれはスト3だけです、ね、スト3だけなんですね、うん、じゃあ5にも出てこないですかね、うん、ダルシムかどうしてもかぶっちゃうんですよね。そうダルシムがいるとどうしてもね出番なくなっちゃう。あのキャラは火の代わりに電撃になっただけですかね、うん、ああーガード。しかしあのコマンドの難しいインフェルノを割とサクサク出してますね。しかし死んでしまう。戦列投げ。さあそして大将のハワシ、ハワシムじゃねえよ、シャルバイソン。あこれがね、さあこれが結局、まあ、このシャルバイソンを倒さなければ終わんないので、まあこっからが本番って感じですかね。いやこれがね強いんです。まあ、しかしチュンリーはバイソンには有利なんでね、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。さあ基本的にバイソンはチュンリー、うおー、中足と百列を咎めるのが難しいんですよね。そうですね。なんで百列でこすって バイソンに周り調整させないようにしながら中足連打でまあ、それをいい感じでばらけさせると割とまあチュンリー有利に戦える感じですね。あ打ちやすくなるんですね。さあゲージが、しかしクレージが溜まるとちょっと話が変わりますね。これ溜まっちゃうと、さあ溜まるとチュンリー側も玉なしで頑張らないとダメなんで、百列もなし中足だけが命綱になっちゃうんですよね。まあでもそれでも結構戦えるはず。中足おっと離していく。しかしこれは無理がある。ヘッドですね。あそして二人目破天荒さんですね。破天荒さんですね。さあ破天荒さん、先ほどなんか見た感じ、 めくり竜巻とジャンプめくりじゃない正面飛びが結構精度上がってるんで、そうですよね、ワンチャンある、うん、じゃあるかもしれないですね。破天荒さんも来るたびになんか強くなっていく感じです。さあ破天荒さんモチベ高いんでね今。さあこっからですね。さあこれは裏にならない正面。さあこれ真空もあるしビビらしていきたい。投げて、さあ今のはちょっと危ないぞ。危ない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 。さあ安全地帯はもうない。そうですね、あんま溜める必要もないんで。そうですね、ちょっと投げ、おっとか真空でヘッドを出せてかわした。さあこれは時間ないんで我慢ですね。おっとダメ。ああそれは、さあこれ我慢。おーリバーサ勝利出しました。まあ今バイソン側は多分投げですよね。そうですね、もう投げるぐらいしかなかったんですよね、うん、時間的に投げしかない。つかみなんで死なないかもっていうところもあるんですが、うん、まあ、あーっと思った。投げ足がちょっと厳しいぞ。トモテンコ、トモくんからですね。今日本にはいないトモくん。あ、日本にいないんですか今。トモくんはもう、そうですね、去年ぐらいからアメリカで行ってますね。でアメリカの大会出てましたね。なるほど。アメリカやカナダの大会、あカナダ出てましたね。アメリカの大会と両方出てましたね、うん、まあ地元、地元地元カナダ地元アメリカが地元になってるんでね。さあいやこれは、さあトモカナダは死んでいく。波動、
いや痛すぎるこれさあ、おわなんかもう足払いのスカリにおわ差し込んでますね、恐ろしい。あールーキークレイジーが刺さってしまう、あれはつられちゃいますね。あちょっと端っこ行くとやっぱつらいですね。さあここで川島の対象戦、まあ、これはカワシムの方が戦闘経験が多いはずなんで分があるような気がしますが、まあ、ぶっちゃけバイソンキャラパワーがあるんで、あんまキャラ体とか必要ないところもあるのかもしれない。あーヘッド、さあ投げ返した、投げる、さあナルシムが頑張って投げ返しましたね。これどこれ5分ぐらいですか。そうですね、5分ぐらいだと思うんですけども、ダイソン使いに言わせれば大体みんなダルシム有利だって言いますけど。あさあ川島さんがリードしている。さあつかみにフラヘッドで、さあおっと今のはピヨリまであったような、ピヨンないか、おわおわ、さあまだダルシムはジージもない。バイソンがスムーズに動いていきますね、なんか滑らかに。あれね、ダルシムああなると何出していいのか分かんなくなりますね。あそうですね、おっとこれはバイソンがいい感じ、さあピヨリ1止める、おーッおおおお投げて、クレイジーは溜まっている、返す、削って、おっとあー中盤勝ったのはシャール・バイソンで、復活一人、復活一人ですね。じゃんけんして、そして津村友座中対中島長州ハゲなんで、ピノさんにマイクを戻します。ハゲもいなくなる、ハゲもいなくなる、復活は、復活は天候さん、あ天候さん、はいはい、今のところゼロ勝ですが勝ち残ってます。はい、先方再びこれ長州拳でしょうか。おや、これは多分あのハゲのダルシムと見ましたけど、どうでしょう、違うかな、そうなのかな、時間がもうすぐ終わるぞ、やっぱりハゲのダルシムだ、ショーキックじゃない、ノーマルカラー。さあ誰が行く、さあ誰が行く、さあ、あのまあ勝手に決めるのもなんですけど、このラウンドが終わるまでには決めていただきたいところで、ラウンド終わったし、さあキャミ、これはあの徹底 VS 針の穴の名カードというふうには僕聞いてますけれども、言ったの2回転さんです。さあ針の穴通した、わからない、しかしコンボもミスった、そして、ま、もう1回通して、どっちかな。さあ投げの次のキャノンスパイクガードされたお釣りをもらう、多分老人すぎて反応できなかったと僕は思うんですが、さあ1本目取ったのは、キャミーの、すみませんお名前失念してますが、中さん、中キャミー、さあスパイラルアロー、さあもう一回通してフーリガン、
おっと今度はガード、飛びを通してもう一回投げて、どっちかな、もう一回今度は飛び越した、フライング、チューチュー、さあここからハゲペース、うまい、さあ許さない対空、おっと知ってますね、知らないやつは潰される技だ、おっと釣り上げた、ハゲの一本釣り、さあもしそして3回連続開幕フーリガン食らっている、ハメハメ、さあさあこれも多分反対、20年前だったら多分灰皿飛んでくる連携ですね、さあ20年前は短気な人多いです、灰皿すぐ飛んできます、飛びを通して、さあ飛び越して、お次が入って、これいい感じになってきた、さあうろちょろしていやらしい、体力勝てるのはキャミーだが状況的には誰しも有利、さあそして釣り上げて、体力まだリードしてない、ここでリード、さあどうする、釣り上げた、釣り返した、中キャミーの位置が出た、ハゲが画面見て信じられない、さあ盛り上がってます、特に俺が盛り上がってます、ダメなんすかスラは、スラはダメなんです、あの技強いってさっき散々食らったでしょ、学習しません、あのもうね知ってる対策が全て23年前です、いやキャミーとか多分初めて戦ったんじゃないですかね、この多分そうですね、でもあのインフェルノはやばかったっす、超盛り上がったっす釣り上げてましたね、さあうまい、さあこれは中島がいいですか、ああ中島さんね、もう職人のスタイルですね、はい、これ余談ですけれどもね、スーパースト2のロケテが出てきた時に、うん、あの新キャラ4人いるんだぜと、うん、でどんなキャラがいるんだ と、ガイル女っていう風にあだ名ついたんですよ軍人要素ベレー帽しかねえのにガイル女って言われたんですよあと昇竜拳持ったザンギエフ と、ブルースリーみたいなやつと、あのガイルモドキっていう風に聞いてますさあこんなくだらない話をしてる間にガイル女が1本取った、ガイル女とガイルモドキ、はい、ガイル女とガイルモドキがいたんですね、さあリードはこれ要塞 VS 一本釣り崩しですか、フリが見えないですね、うん、フリが見えないですね、特に老人には見えないですね、老人には見えないですねあれ、はい、ただあれ通っちゃったら表裏が見えないコンボからピヨってそこから死ぬんですよ、あ攻撃予選でも見た、おっ釣り上げた、釣り上げた、おお釣ったー、中職人芸やばいっすねこれ、ダブルサマーで終わりじゃねえかってチームメイト切れてますよあれは保険金降りるレベルです、長州さんが切れる、はいチームメイトに保険金が降りますね、あれ長州さん切れてるんですか、はい、なんで出さねえんだよと、はい、これ参加費責任払いありますよおっとアッパー伸びきり、さあここで大将に剣を置くという、中組手って書かれてますよ、さあまさかキャミーの組手が21世紀ここにあるとは思いませんでした、いやいや長州さんならやってくれる、長州さんならでもさあここで置き攻めにはいかない、いや諦めてないですよ、諦めてないです、うん、それでも長州さんな ら、うん、さっきシャルさんもかっこいいとこ見せてくれましたからね、もう僕はすっかり陵南バスケ部員のような気持ちで見てますよ、あー陵南バスケ部員仙道さんなら、長州さんならであれしょ、負けたらきっとなんとかしてくれる、でもあれしょ負けた時には負けたことがあるといつか大きな財産になるってなるでしょ知ってますよ、スラムダンクはちょっと都合のいい話ですからね、ほらガイロンナが勝ちそう、ガイロンナが勝った、さあちょっとここで陵南の話とかしてるから、いやいやまだまだ慌てるような時間じゃない、まだ、ね、長州さんなら、長州さんなら、ああそうか長州さんが勝ったらハゲさんもゼロ勝で生き残るわけですねハゲさんも今フーリガンの失敗での上り昇キックですね、いやいや新しい連携かもしれない、さあ中さんがなんか中組で面白いことになってますよ、さあ長州さんならきっと、おー見えてる、ってる、いやフーリガン見えてますよ長州さん、いやねでも今中さん立ち上がるときすごい哀愁を浴びてましたよあんなに立ち上がるだけで悲しい思いをすることはなかったと思いますさあ2本取ったけどチームメイトはどうしましょう、さあここでも見れるこの華麗な勝ちポーズ、さあ先ほど華麗な勝ちポーズを
見せてくれた。お、友田さんですね。友田さんですね。ちょっとすみません、お名前は。さあ、ベガ。よくわかんない。ベガなんだ。ベガがメインキャラですね、友田さんは。あの、ベガ海外だとミスターバイソンですもんね。そうそうそう、ミスターバイソン。そういうダブルミニングとかなとか、そういう深い。さあ。おっと、次ですね。さあ、ここで無理はしない、無理はしないで、そうですね、カニベガって言われてましたね。さあ、リバーサルダブルに。いや、でも長州さんならきっと、ああ、それ死亡フレグになりつつあるから、そろそろやめましょうか。でもね、まあ、先ほども長州さんかっこいい試合たくさん見せてましたからね。そうですね、本当ね、はい、長州さん爆発力ありますよ。はい、いやーね、このキャラってか、もう XA のやり込みってすごすぎて、このキャラさんに諦めなかった人本当にすごい。お、ガード、お、止めてますね。すごい、投げ返す、まだ諦めない。なんだ、後ろに見てたけれども、リカバーうまい。そしてダブルに当てて正面、うまい。トマダさん勝った。今度は煽れない、紳士のトマダ。あ、煽る振りまで見せる。フェイントも入りますね。さあ、負けチームはじゃんけんしましたか。はい、ちょっと待って、これ、あの、もしかしてこれゼロ勝同士が決勝に行くっていう、これがいいんだ。はい、ハゲ復活ですね。これ、あのね、ゼロ勝のサード勢同士が決勝で当たるとか面白いことになってますけど、いいんでしょうか。これしかも先鋒戦で勝った方が、あ、これ違う、負けた方が優勝まであるな。まあいいや、そうやってね、頑張ってきてください、ハゲさん、ピノさん。どう、はいはいはい、なるほど。さあ、ピノさんは今日は中野サガットさんと会ってきたらしいんで、ちょっと熱くなってストツをしに来たそうなんですが、さあ、先方はハゲか、ハゲか、ハゲ対ピノが実現するのか。さあ、どっちが運がいいのか、ハゲとピノ。さあ、そしてハゲは、さあ、ハゲダルシムではなくて S サガットを選択している。まあ、ダルシム同キャラやっても怪しいんでね。さあ、 S サガットで球を打つだけの、しかしこの組み合わせはダルシム有利と言われています。本当かっていう気もするんですが、さあ、ダルシムとハゲと球の打ち合い。さあ、ニーナで受け身もない。さあ、結構サガットああいうのにする技が困りますね。さあ、おっと、怪しいぞお互い。さあ、体力どっち上がっている、これ。ドローか、おーっと、当たったがドローっぽいですね。さあ、時間切れ後に当たってますね。もっとジャン、立ち台パンチは大キックに負けそうな気がしますが。さあ、ダルシムサガット対空はスライディングを絶対対空になるんですが、ちょっと当たった後が寒いんですよね。まあ、しかし今度はダルシム盤石。さあ、見えているからの、さあ、ある、あー、怪しいですね。アッパーか、見えてなかったのか、実は。
とりあえず浮いたら出しとけ的なノリでアパカをさあ裏に回って、さあハネがタイガー兄に目覚めた。さあ食らいって、おっとピョリーチ、なかなか厳しい対空スライディング、勝ったのはピノ。さあでもこれはね、ピノさん勝っちゃったんでチームが負けそうなフラグを立てましたね。さあゼロ勝の人が優勝する説が有力なんで、このままハネチームが優勝までいきそうな。さあこれで次が出てくるのが先ほどの、中さん。さあ中さん、キャミー、昔ね漢字の中さんっていうねキャミー使いがいてね、めちゃめちゃ強かったんですよ。あの頃はね、キャミーがすごいいっぱいいてね、社長キャミー、中キャミー、関東はかなりキャミーブームだったような。さあキャミーのめくりがダルシム見えないんですよね。そしてフーリガン食らったら死んじゃうんですよね、あれで。まあ、キャミーダルシム5分ぐらいですよキャミー有利もあるんだよ、マッツンキャミーとかダルシムもあるって見たことないからね俺さあ俺出てくるのはウネがいる。さあガイルキャミーもは全然ワンチャンありますね。フーリガン通るとやっぱ見えない裏表ができるんでね、フーリガンの。さあいいキャノンからの、そしていいキャノンからの、おっと結構で困りますよ、パラしていく、いいですね今の。半分見てからってとこなのかな。さあフーリガンしゃがんで食らって、どっち、おっと、おお、いいキャノン、うまい。さあこれはおっとチューチュースパイラルを入れずに、さあ中キャミーいい動き。さああと残るは、破天荒シャルグ、まあ、先に出てくるのは破天荒竜、あれシャルバイソンが先に出る、さあ破天荒さんはキャミー戦で自信がなかった。さあこの組み合わせはバイソンが圧倒的に有利でしょう。キャミー側は結構ぶっちゃけホークとあんまやること変わんないんですよね。ホークとあんまやること変わんないくせに一発当てただけでは勝てないっていうなかなか辛い組み合わせですね。さあ中足が割と強いんですが、チュンリーほどではないんですよね。チュンリーの中足よりもキャミーの中足の方が龍拳からしてみると嫌なんですけれども、バイソン相手には、まあ、チュンリーの中足の方が機能するみたいですね。さあしかし
その中足でキャミーがだいぶリードを持っている。しかしこのくらいだったらグラウンド一発で軽くひっくり返りますね。ああひっくり返ってしまった。そして時間もない。さあシャールバイソンが取り返して、残るは津村友田。まあ先に出るのは友田のベガかな。そうですね、友田ベガバイソン戦は自信があるんで先に出るんでしょう。まあ、バイソンベガー、バイソン側がかなりキャラ対しないと辛い組み合わせだと思いますね。ベガ自体が割とキャラ対が必要なキャラなんで。動きがちょっと独特なんでね、横からと上からとかなり癖のある動きをしています。さあ今のおっといいですね、今のしゃがみコパングランドがシャル君最大の持ち味ですね。おっと歩きクレイジーワーボエガは釣られない。さあこの体力差を守りたい。いいヘッド見てから掴んでいく。さあバイソンとベガの成り合いはほぼ間合い的には五分なんで押したもの勝ちですね。ちゃんとさあジャンプ中パン、バイソンの空対空といえば中パンとショーパン。おっと今のはバイソン側が頑張った。さあからの、さあ無理はしない。さあグラウンド差し込んで、さあクレイジーも溜まって、これでおっと今のはさあこれでもベガはね一発あるんであまり安全圏っていうものは存在しないんですよね。さあこれも全然何で1回で終わっひっくり返る体力差。おーっと思ったがびっくらせさあそして大将が先に出てきたのは津村。さあ津村ホークかフェイロンかってところなんですけども、最近はずっとホークがメインなんですかね。さあ先ほどバイパーホークを完全対応で地獄に送ったシャルバイソン、大津村ホークがどう料理するか。さあ大阪にはこの色のとんでもなく強いバイソンがいるんでビビらずに戦えるか。おしかしシャルバイソンいい動きですね。ホーク戦実は分かっているのか、結構やってる感じなんですかね、ホーク相手にバイソンで。さあ死んだか。さあヘッドが出る、差し返す、追い返す。さあ上から、おっと今のは台風失敗か。さあ上から、さあダウンして死んだか。これはおっと死なない。残にならスクリュー確定なんですが、ホークは歩き台風が確定しない。さあしかし体力はバイソンリード、勝ったのはシャルバイソン。さあフラグを立てていたピノさんですが勝ってしまいましたお疲れ様です。優勝かな。さあじゃあ本日の優勝チームはシャルネーピノ破天荒チーム、おめでとうございます。じゃあ優勝チームちょっと写真を撮らせてください。
はい、じゃあちょっと写真撮りますね。じゃあ集まってください。さあ、じゃあ本日のランバトはこれで終了いたします。お疲れ様です。で、来週 VS でランバト、そしてその次ね、第3週また大山でランバトあります。日付だと11月18日ですね。じゃあ皆さんぜひ遊びに来てください。
Thank you.
はい。
はい、ファイブファイブアッパーカットファイブファイブOh!